高輪談判。高輪談判とは、明治2年7月12日、1869年8月19日に、東京高輪において開催された、明治政府首脳と、イギリス、フランス、アメリカ、イタリア、ドイツの5カ国の中日講師よる会談。この会談で、日本が、官民の、二分金を中心とした偽課の改修と、近代貨幣制度の導入を国際公約とすることになった。 また、進化条例や造兵局設置のきっかけとなった。開国以後、江戸幕府は金の海外流出を食い止めるために、金貨の質を落としたが、そのために、物価は上昇、社会は混乱し、欧米商人も経済的な打撃を受けた。このため、慶応3年5月13日、1866年6月25日に欧米諸国は、江戸幕府と、 改正役所を結び、内外貨幣の投下交換と、その安定化のために、万円年間に定められた現行の貨幣水準を、当面維持し、将来的には、国際水準に見合った貨幣制度を導入することを約束させられたのである。だが、当時幕府財政は、破綻寸前であり、改正役所が結ばれた当時にはすでに幕府はこれよりも、質を落として、貨幣を発行し続けていた。 やがて母親戦争が始まると、外国より武器を輸入するための戦費調達を目的として、奥越列藩同盟の合津藩、仙台藩、日本松藩、久保田藩などが、偽家を鋳造し始め、続いて、薩摩藩、土佐藩、芸州藩、宇和島藩、佐渡原藩、郡山藩などの官軍諸藩もこれに続いた。さらには、加賀藩や筑前藩、久留米藩などの、 戦争に積極的とは言えなかった半までがニセ科を鋳造すようになった。特に当時の欧米を中心とした通貨制度の主流が金本位制であったこと、当時の小判の形状が対外的な運搬、流通などに不便であったことから、代わりに対外決済の分野で最もよく使われていた二分金のニセ科鋳造が盛んに行われ、中には銀貨に、 金と金を施した偽家とほとんど変わりのないものまで出現した。そして、明治政府が設置した貨幣市も、また、明治元年4月17日から翌年2月5日に、かけて幕府から接収した金座、銀座において、質の取る金貨を約381万両、銀貨を約224万両、合計約605万両を鋳造した。これは、 一応政府が発行した公式通貨であるが、政府自らが規定した貨幣としての基準を満たしていないという点では、偽貨と何ら変わりがない。諸藩の鋳造額は不明だが、公式に届け出たものでは、芸州藩は約19.6万両、久留米藩は約3万両、土佐藩は約5.1万両、薩摩藩は公式には明かさなかったものの、吉井智美が、 藩の会計係に問い詰めた上での推計は約150万両とされている。もちろん実際には内乱に乗じた他の諸藩や民間でも同様の偽課作りが行われており、明治2年3月に外国官、後との外務省より、抗議書に対して3、レレレレレレレ両の偽課が外国商人の手に落ちたという風説があると報告されている問題史上。つまり、 当時の政府もその具体額は把握しておらず、将来的にも、全容を明らかにするのは困難である。3 0 0 0 0 0レ量は課題であるとしても、現在明らかになっているだけで800万両近くあり、それをはるかに上回る金額の悪化、偽化が発行されたと考えられる。大量の偽化、政府発行の悪化を含むの流通は物価を不安定化させ、経済にも、 悪影響を与えた。特に一般の商人や民衆には金銀貨の侵害を見分けることは難しく、外国商人の中にも偽貨を入手して損害を受ける者も,も出た。これに不満を抱いたのがイギリス講師であったハリー・パークスである。パークスは薩摩藩、長州藩を支援して明治政府の成立に協力していた経緯があるだけに政府が国費で 改正役所に違反した悪化を鋳造していることに気づいていたが、これを放置しておくことは日本と貿易を行うイギリス商人の利益に反することであると考えていた。したがって内乱が終結した後には直ちに明治政府が通貨改革を行うことを望んでいた。明治2年1月7日、パークスの呼びかけでフランス、アメリカ、イタリア、ドイツの各国公使が相次いで 新政府に対して、新政府、明治政府が、改税役所に違反した通貨を鋳造しているという、噂が、後目に、通貨の相場が暴落して、商人たちが損害を受けているとして、偽改葬のための措置を取ることを要求した。明治政府は、突然の要求に驚いたが、とりあえず外国官副知事の小松清蓮、立脇、薩摩賀郎に対応させようとした。ところが、 その小松が病に倒れてしまった。翌年36歳で休止ために、病床の小松が代役として推挙したのが、比前藩出身の大隈重信であった。大熊は直ちに外国官副知事検査員に任じられ、さらに会計官、後の大倉省への出向、1月12日が命じられたのである。だが、明治天皇の東京行校を目前に控えて、大熊は直ちに京都から、 パークス乗り横浜に動くことはできず、大熊は外国官知事、伊達宗成、前宇和島藩主らと協議の結果2月5日に内外に、向けて近いうちに進化兵を発行することを発表し、パークスには神奈川県知事を兼務していた外国官藩士、寺島宗成がなだめるように指示している。だが、これがパークスを怒らせて1月22日と2月21日に、改めて政府に、 事情説明を求める書簡を送っていい。そこで2月30日に、伊ての名において、各国公使に対して政府は、現在の通貨、公式には、それが、改正役所違反の悪化とは認めなかったを、今後は駐造せずに新貨幣の準備が整うまでは、大乗観札で対応でいくこと、大乗艦以外の組織、個人はたとえ諸公であっても、貨幣を駐造するのは処罰の対象となることを、 通知したのである。だが、実際には、当時、藩赤法官以前の明治政府は諸藩に対して、礼を下す権限を持っておらず、したがって、明治政府の命令である、大上官布告ではなく、要請に近い大上官たちが出されていた。特に、薩摩、土佐両藩は、戦勝国の立場を利用してその後もに世界を、宗像けたのである。また、会計官では、 副官死兵としての大上観察の企画を推進してきた副知事の百合木美まが従来の財政問題をめぐる路線対立に加えて外交問題から大上観察の位置づけ変更に踏み込んだ過改革の流れに発展してきたことに対する不満から辞意を表明していた。さらにこうした一元のやりとりが内外に伝わると2月28日には 横浜居留地の商人たちが会合を開いて、明治政府にニセカによってじた損害賠償を求めることを決議し、さらに一部の商人が今後の回収に期待して暴落したニセカを買い占めるなど様々な思惑が動き出し始めていた。3月18日に東京に入った大熊は各国公使と会談する一方でニセカ整理案の策定を急いだ。 その結果、大上官の許可を得、次第、3月30日、末日をもって、新通貨の発行決定、金札、大上官札を、制度用の通用、10日か、金札相場の廃止という第一弾の新方針を、布告する準備が整うまでに至った。ところが、布告前日の29日になって、大上官より、反対論が出されて、布告は中止されて、 正式決定を前提として、大阪に布告文を送付している途中であった飛脚が、東京に呼び戻されることとなった。反対の中心人物は、明治政府の実力者、大久保利道であった。この日、大久保が岩倉智美に対して送った書簡に、町人というものは、浅ばかなものなので、少しお上が、はきはきと申しつければ、いかようにも従うものである。用紙とあるように、 商人は、お神の命に、いいだくだくと従う存在であるのだから、政治的基盤が未だ脆弱で、お神としての権威を十分に持っているとは言えない。明治政府が慌てて、貨幣改革を行うことによって、万が一命令が行き渡らずに、お神、イコール明治政府に対する、万民の真の無さと、無力ぶりを内外に示すことになっては、政権の崩壊につながると考え、 通貨改革を不要不急のことと捉えていた。さらに大久保は当時はまだ表にすることは避けていたものの、偽課整理の過程で自分の出身である薩摩藩が密かに偽課を作っていた事実が内外に明らかになった時の反響を危惧していたのである。この状況に大久保は落胆し、30日に現職在任のままで兼務していた会計官副知事、 ゆりぬ公認を辞任することも考えるようになる。この危機を救ったのは病気性要中で、東京にいなかった木戸孝義であった。木戸はこの事情を知って、4月17日付で、吉井智美に託して、大久保に送った手紙において、貨幣の流通の現状は、全身不随であり、このような状況を放置しては、大制一心、明治一心は、ままならないこと、そして遠回しながら、 薩摩藩が、自ら偽か製造の事実を明らかにしなければ、維新における、薩摩藩の名声は地に落ちることになると説いた。続いて二日後には、岩倉智美にも別に書簡を送り、通貨改革を行わなければ、かえって、万民の信を失い、外国からは不正の汚名を着せられることになる。として、大久保に対する説得と大久保への助力を求めたので、ある。 ここにおいて、大久保もことの重大さを認識して、吉井や鹿児島滞在中の西郷隆盛ら、薩摩藩出身者と相談した上で、大久保個人による形式で、薩摩藩への憲白書を提出して、広告、日本の暗記工房を救うために、奥に、薩摩藩が身を犠牲にすことで、天下に大義を唱えることが可能となることを論じて、直ちに偽家中蔵を取りやめて、 事実を明らかにすることで、薩摩藩が、他藩に対して優位に立てると主張したのである。また、先に中止させた大熊による通貨改革の布告への反対を撤回したため、改めて4月29日をもって交付されることとなったのである。以後、大熊、4月17日会計官副知事選任、7月6日、大倉省発足により、大倉大輔に、 移行を主導として通貨改革に関する様々な布告が出されることとなる。以下はその主なものである。さて、この2月30日の新政府からの通告以後、一旦は相場が安定してきたために、明治政府の方針を見守ることにしていたパークスは、大熊の予想以上の急激な方針とその後の独自調査で予想以上に、 大きな量が流通していることが判明した諸藩による偽家が藩赤奉還後に新政府とは無関係であると切り捨てられることを有料していた。特にイギリスは幕末以来薩摩藩と多額の取引を行っており、その際に支払われた偽金が無効ということになれば、イギリスの商人や企業が打撃を受け、日本の貿易は大混乱に陥ることを警戒したのでる。そこでパークスは、 他の四国公使と協議して、7月6日に明治政府に対して覚書を送付して、政府が大熊の方針を貫徹できるのか、そして諸藩が発行した偽課について政府がどうするのかを確認すための協議を政府側と持つことを希望することを通知したのである。7月10日、東京に置かれた英国大使館を外務省への改変に伴って、 外務卿に就任した沢信義と同じく大倉省への改変に伴って大倉大輔に就任した大熊がパークスを訪問する形式で予備会談が行われた。これに続いて7月12日に高輪節遇書において正式な会談が開催された。これを高輪談判と呼ぶ。日本側からは大上官の最高責任者であった右大臣三条、耳、大納言。 岩倉智美、外務卿、沢信義、倉、大輔奥間重信、外務、大輔寺島宗則が出席し、伊藤博文がこれを補佐した。対する講師側は、パークス、イギリスオートレ、フランス版ボールクンバーグ、アメリカコントラツール、イタリアブライト、ドイツであった。現在残されている断版に記した記録によれば、断版は、終始、パークスの独占上であり、 明治政府が改善役所違反の悪化を中造し、諸藩が偽化を中造していたとする事実を示す証拠を次々と突きつけいった一部記録によると政府側の要領を得ない回答に興奮してそばにあったコップを叩き割ってしまったとされている。明治政府は最後まで対面上悪化中造の事実を認めることを拒否したが、複数の藩が偽化を中造していた事実を認めた。 その後、通貨改革によって成果、偽課を問わず全ての現行貨幣を引き上げて、早急に、すでに大熊より、明治5年11月までという案が出されていたに、引き絵を行うこと、応急措置として、外国人の所持する二分金、実は一番問題となっていた政府及び、初犯発行の悪化、偽課でもあったの検査を行って、風法を行って、権威を施し、 それを行ったものについては、たとえに成果であっても、成果と投下による納税、または、交換を認めることを了承させられたのである。その一方で、パークスが断反を押し切ったために、フランス公使によって出された、損害賠償要求は事実上無視され、大熊の通貨改革についての異論は講師たちからも参上、岩倉ら大上官首脳からも出されることなく、内外からの承認を得る形となり、 結果的には、明治政府による自主的な通貨改革そのものについては、大熊案に沿った形での方針が認められることになったのである。その後、7月19日に場所と出席者はそのままで再度開催されたものの、それは前回決定された事項の具体的な実施要項についての説明など、細部の調整のみで終了している。とりあえず、大熊の通貨改革は、 明治政府の方針、そして国際公約として認められたが、その実現までには、まだ4つの課題があった。19日の会談終了後、沢戸、大熊、伊藤は直ちに、久世自作、上野影則、花房義吉ら若手官僚と東京の有力両外省からなるチームを編成して、全国の開口場、開始場で、外国人の保有二分金の献刊を開始し、東京、 横浜の外国人に対しては21日に各国公使を通じて提出させた2分金の献金を23日より開始して東京では同日中日本屈指の貿易港であった横浜でも25日までに終わらせることに成功し大阪と神戸では25日に提出26日に献金長崎では27日に提出28日に献金 新潟では8月3日に、県管、最後の函館では8月12日に、県管が行われた。これによって、各国の公使や商人たちに、明治政府の本気ぶりを見せるとともに海外に、流出した偽に分金を日本に再度持ち込ませて、県管を受けさせる時間的余裕を与えなかったのである。封法した偽の二分金は9月より、翌年3月にかけて、各開口上、 開始場で順次成果に引き換えられた。外国商人たちは日本側のこうした強硬なやり方に不満を抱いたものの、講師たちがこれを受け入れていること、成果との投下交換によって不十分ながらも保障を受けられたと判断されたことで、損害賠償などを求める動きは一応収束することになった。8月24日、薩摩藩が自訴状を提出。 続いて9月初旬には、土佐藩もこれに続いた。これを受けて、大久保や西郷、土佐藩出身の,の佐々木隆之らは、薩摩、土佐両藩が自ら自首したこと、両藩は、尻死欲のためではなく、維新実現のための軍備調達の必要からやむを得ず、行ったことであるとして両藩への恩赦を求めたのである。だが、調査によって、偽か中蔵の事実がないことが確認されていた。 長州藩や非前藩出身者は、自分たちは苦労の末に軍費を自前で調達したのに、薩摩や土佐が違法手段で調達していたという事実に反発し、両藩から罰金を取って、それを偽課と聖課の引き換えの原資に当てるべきであると主張した。だが、9月13日に薩摩藩からの自訴状が衆議院、講議書の更新で明らかにされると、諸藩の代表からは、 薩摩や土佐が自らの不祥事を告白した潔さを評価して、穏便な処分を求める意見が相次いだ。さらに、偽化中蔵を行っていたその他の藩からも、後日政府によって摘発された場合の港難折れて、自訴状を出す藩が相次いだ。そこで、翌明治3年4月29日に、政府はそれまでに自訴状を提出した藩の、偽化中蔵を謝面し、 またそれ以外の藩でも函館戦争終結以前の偽家鋳造行為に関してはかつて地政府と戦った都南藩、旧藍津藩なども含めてその罪を不問にするとした。この時点でほとんどの藩は偽家作りを中止している。ところが筑前藩のみはこの後も金札、大乗観察の偽造に切り替えて偽家作りを継続し続けた。明治四年七月二日。 廃藩置県の12日前、その事実が発覚した地区前半は、黒田義孝以来の福岡47万国、没収されて事実上解役されてしまうのである。さて、先の検管の際に、強引な日程を組んだ背景には、外国との関係の都合上にせかとせいかの、10交換をやむなく認めたものの、実際に、すべてのにせかを、同じようにせかと10日で引き換えた場合には、 明治府の財政が破綻するのは目に見えていたからであり、その額をなるべく抑制したいという明治政府と貿易関係の維持のために政府の崩壊に至る事態は避けたいと考える外国公使との思惑の一致があったからである。7月22日に大上官布告が出され、人民は10月末までに館に偽課を提出するように命じた。だが一般の人々には 生花と偽セの区別をつける方法がなく、そもそも簡単に区別がつけられるのであれ、外国人に対する献花は必要がないことになる、かつ偽セの方が大量に出回っているために全く意味がなかったのである。8月11日に大蔵省と民部省が合併されて、大蔵省が財政の全権を掌握できるようになると、大隈や伊藤を中心に、 正義のための方策が検討されることになった。大熊や伊藤は当初、偽金貨百両に対する実際の価値を20両前後と見て、それに多少上乗せをして25両で引き換えることを考えた。だが、これに対して、たちまち政府内で反発が紛失した。一般の人民は、自分の持っている通貨の心眼を見極められないのに、 ある日突然それは偽金だからとその価値を四分の一にされたら人々は大混乱に陥り各地で一気や打ち壊しなどの騒ぎに発展する危険性がある。今の明治政府にはこうした一気や打ち壊しを鎮圧するだけの十分な力はなく一歩間違えれば政府は崩壊するというのである。特に政府が頼りにしていた薩摩藩土佐藩が 自前のニセカを大量に己の領民に流通させている可能性があることもその危具を高めていた。徴収藩出身の広沢さねが、薩摩や都佐などのニセカ中造藩から罰金を徴収して、それを引き換えの元手にすることで40両前後にまで引き上げる案も出されたものの、前日のように穏便な処置を望む意見が占める中では、実現は困難と思われた。 やがて、政府内で、長い協議の末、十月二十四日に、以下の大乗官布告が出された。悪金の儀派、剣手ご不礼の通、不判権、似て取り調べ十月中に、か申し出はずのところ、この度引き換えの道比率、銀代の分派格別のわけをも、百両二夫先金札三十両に、お引き換え非正化、ついて総員数名名持ち分投挙したい取り調べの、上、 なお五千二の品も、下遊の工場、五周の低圧しく愛心へかさる行、以下略。これによって、偽金百両を、金札三十両に引き換えることを表明するとともに、事情によっては、将来的に上乗せされる可能性があることをほのめかす、内容とされた。これを受けて十一月より順次引き換えが開始されたが、目標としていた、年内完了には至らず、 翌3年3月2日、同12月15日と期限を延長しても処理が追いつかなかった。そのため、明治4年1月25日に引き換えを打ち切り、以後は、金銀混合の地金として、自家で扱うものとする大上官布告が出された。ただし、同年中は希望者には、引き換えは継続されている。だが、前述の外国人に対する10日引き換えが34万両。 大乗官布告による引き換えが判明文だけで157万両であり、現在判明している政府発行の悪質な金貨、事実上の偽貨が381万両であるから、それよりもはるかに少ないことになる。結局は海外への流出分も含めて、実質的には明治初期の混乱に乗じて、ほとんどが切り捨てられて地金扱いされたのが実態であったとされている。 その一方で、大熊は近代的な貨幣制度を実施する計画を進めた。造幣施設の建設計画は、百合木みが会計官副知事の時代より進めていたが、大熊が大倉省設置とともに、造幣寮を置いて、井上薫を造幣党任命。明治2年8月18日して、以後本格化し、大阪に造幣工場の建設が進められた。 途中、火災による遅延があったものの、明治3年9月に工場は完成し、明治4年2月15日より仮稼働を開始した4月4日、本格稼働。続いて5月10日、1871年6月17日には円を基本単位とし、補助単位として1000、輪を導入して、1円イコール100銭、1000イコール10輪とする進化条例が交付され、 日本は近代的な貨幣制度への第一歩を踏み出すことになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。